集められたロサダマスケナの花びらロサダマスケナはバラの品種でありダマスクローズという別名で知られておりトルコがイランブルガリアをしのぎ世界一の生産量を有する花は有料な香りで知られており香水の成分として使用されるローズオイルを抽出するためとさらにローズウォーターやローズコンクリートを作るためにも商業的に収穫されている花びらは。 食用となり、調味料、付け合わせ、ハーブティの材料として用いられることが多く、クルカンドのような砂糖漬けもある。ロサダマスケナは、ロサガリカとロサモスカタの交雑で得られた雑種であり、さらなる DNA 分析によって、もう一つの品種ロサフェドチェンコアナもロサダマスケナと関係することが示された。ロサダマスケナは、落葉性低木で、 最大2.2メートルの高さまで伸び、茎に頑丈で、曲がった差しと強い剛毛がこんもりついている。葉は、うじょうで、小葉が5つある。バラの色は、薄いピンクから薄い赤のうち、相対的に小さくある花がふさで咲く。形が、ブざましき。オールドローズの大切な種類として考えられ、数種類のバラのすじめにもあるから大切に考えられている。 この雑種は二つの種類に分けている現在も人気がある。一例は、イスパハンという栽培品種である。ローザ・ダマスケナ。ナチュラル・リソーシズ・コンサーベーション。サービス・プランツ・データベース。USDA。2016年2月1日閲覧。プスビー・リスト2007。ボタニカル・ソサイティ・オブ・ブリテン・アンド・アイルランド。2014年10月17日。閲覧。ハックスリー、A、エド。 n e ー RHS Dictionary of Gardening マクミラン・ハークネス P. ザ・ローズアンイラストレーテッド・ヒストリーファイアーフライありがとうございます